どうも、ハイチです。今日8月31日、夏休み最終日の方が多いと思います。すでにもう学校始まっている方も、たくさんいらっしゃるんですけど、で、この最終日にね、ちょっとやってほしいことがあるので、それを喋っていきます。で、実際ね、何かっていうと、振り返りをしてほしいんです。みんなが自分自身が頑張ってきたことを振り返ってほしい。で、これをなんでするかっていうと、9月から、明日から9月なんで、9月から、いい勢いと、いいモチベーションで9月を迎えてほしいんですね。特に高校受験の、控えてる受験生の方に多いんですけど、これ多分、高校受験が人生初受験の方って多いじゃないですか。もちろん中学受験とかしてれば別ですけど、で、初受験になると、例えば、大学受験だったら、高校受験の時と自分と比べられるんですよ。自分の中で比べる対象があるんでまだいいんですけど、高校受験が初受験だと、比べらんないんですよね。で、何と比べるって、周りと比べるんですよ、そうすると。周りとか、あとは聞いた話ですよね。お母さんが友達のお姉ちゃんの話を聞いてきてとか、そのお姉ちゃんと比べると、みたいな、になっちゃうんで、大体の方が、全然頑張れなかったっていう風な感想で終わります。夏休み。自分もね、活入れる動画とかいろいろ喋ってきましたけど、多分それで、頑張ろうってやって、頑張ってきてるはずなの。頑張ってきてるはずなんだけど、頑張れてないが印象に残ってる子が多いんですね。で、そのまんま行ってほしくないんです、9月に。じゃあ実際どうやるか。これは、まず自分がやってきたこと、この夏休みでやったことをまず確認してください。できれば、ワークとか、ノートを取ってるんだったら、それ見てごらん。自分がどんだけやってきたのかっていう。で、もし、これ自分が前で動画で話さなかったのも良くないんですけど、裏紙にやったりさ、ルーズリーフにやって捨ててしまう人、毎回。全然構わないんですけど、これから、9月以降はできれば、ノートにやって勉強ノートを作るといいです。で、捨てない、それは。受験が終わるまで捨てちゃダメです。で、これはですね、どんだけ自分が頑張ってきたのかっていうのが目に見えてわかるから。それはすごく大事です。で、それが今手元にある方はぜひそれを見てください。もし、周りとね、比べたくなってもそこはぐっとこらえて、みんな自身が頑張ってきたことをまず見つめてください。周りと比べる前に。で、どういうことやってきたのかな、どういうことを覚えてきたのかなって。で、これ振り返っていくとね、昔やってきたことを、あれこれなんだっけ、うわ、全然覚えてないじゃんって、落ち込む子がいるんだけど、そうじゃないんだって。人は忘れるからいいの。でも一回覚えたことっていうのは、また覚え直しは時間がかからないから。もしその場で、やべえ、これ忘れてたって思ったら、今覚えちゃうの、その時に。それでいいんだって。忘れることは罪じゃないの。忘れたままにすることが罪なんだから。いいね。だから凹むこともあるかもしんないけど、頑張ってきたことをちょっと振り返ってください。で、周りと比べずに、あ、こんだけやってきたんだねって。確かに、できなかった日もある。落ち込んだ日もある。サボった日もあったけど。でもやってきたよねって。それなりに私頑張ったじゃん。俺頑張ってきたじゃんって思ってあげてください。で、明日迎えてください。9月1日を。いいですか？で、あとですね、今日が木曜なんで、金曜明日行ったら、土日が入るんですよ。で、その土日をしっかり勉強してください、この土日。夏休みの延長だと思って。いや、もはや夏休みの延長というか、新しいスタートダッシュを切るのはこの土日なんで。ただ、多分地域によってね、結構土日に模試が入るとこ多いと思うんですよ。で、それはしょうがない。それはもう本気でやっといて。模試が入ったらいいからね。でも模試と、プラス、すごい量やるってわけじゃなくていいから、夏休みと同じように自分で掲げた目標をきっちりやるっていうスタートダッシュを決めてください。最初の土日すごい大事なんで。いいかな？だからぜひ今回ね、自分からお願いしたいことは、まず夏休みにやってきたことを振り返る。ね。後悔はいらないからね。後悔っていうのは前に進めなくなるから。自分の自信がなくなるだけなんで、後悔っていうのは。後悔するなら反省しよう。反省して、ダメだったことを振り返って、じゃあこれからこうしていこうって。反省は次に生かすためにあるから。いいね。それをしてください。後悔じゃないよ。反省をするの。でも、それもあんましなくていいです。今日はぜひ、自分が頑張ってきたこと、それね、この40日頑張ってきたことを振り返って、ね、自分の自信をつけてほしい。自分を褒めてほしい。今日は。そして、9月を迎えてください。また別の動画で撮りますけど、9月以降はほんとしんどくなります。これから。なので、まず、今日ね、8月の最終日。ここはきっちり自分を褒めてあげるという形で締めてほしいと思います。はい。ということでね、今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。自分はですね、自分のことを褒めれる人が自分のことを本気で叱れる人だと
思ってるので、褒めるって難しいとは思うんですけど、ぜひね、なんかそのスキルというか、その習慣をつけてもらえたらと思っております。でもひとまずね、夏休み本当にお疲れ様でした。